近鉄バス、近鉄バス株式会社、近鉄バスは大阪府、京都府を営業地域としてバス事業を行う日本の会社である。近畿日本鉄道、現近鉄グループホールディングスから乗り合いバス事業等を近鉄観光バスから貸切バス事業を継承。近鉄グループホールディングスの連結子会社である中間持ち株会社、 近鉄バスホールディングスの完全子会社。大阪府内の近畿日本鉄道、南大阪線、大阪線、奈良線と西日本旅客鉄道の片町線、学研都市線、阪急電鉄の京都線沿線を中心とした河内、摂津地域で一般路線バス事業を展開。他京都市伏見区、奈良県三里町にも路線を持つ。また、大阪市、 京都市を拠点として、本州内、四国、九州各地へ長距離高速バスを展開する。一般路線バスにおいては、自社専用の近鉄バス回数カードが利用可能である。2015年4月1日より、ピタパーアイコカなど10種類の交通系 IC カードが、一般路線バス全線と八押し内京都間の高速バスで導入された。近鉄バスでは、 系統番号を XX 番と称している。主な接続鉄道駅及び主な接続バス路線。一部コミュニティバスも含む、括弧内は、駅、駅前などのつかない場合の接続停留署名。なお、ここでは、主な路線のみの記載とし、一部路線は省略とする。JR バスと並んで、東京大阪間の格安や交便の運行に、積極的だが、 大阪徳山間、のんた号、廃止で、途中の仮眠時間を確保しつつ、運行時間を伸ばして、全区間一人乗務といった、最小限の乗員運行を積み重ねた実績があり、それを東京大阪間の便で活用している。夜行バスでも好調だが、近年は大阪小浜間や梅田伊賀上野間などといった鉄道では、不便な区間での中高の高速バスもがけている。 その一方で近年はツアーバスとの競合などもあり、関東方面の便を中心に集約を伴う路線統合が行われている。夜行便は基本的には3列シートでの運転であるが、東京方面の格安便、フライングスニーカー、大阪号、カジュアルチンクル号は4列シートでの運転となる。かつて近鉄バスでは積極的にダブルデッカーを採用していたが、 共同運行の相手によっては、ダブルデッカーで運転されないこともあった。なお、2018年までにダブルデッカーを退役させた。詳細は、下記路線記事もしくは担当営業所記事、矢尾、伏せ、稲田、京都を参照。大阪と京都から兵庫と滋賀のアウトレットモールへ2路線を運行している。以下の路線は、京都、大阪側での予約、発見。 運行支援のみを行う。以下の路線は京都側での予約、発見業務のみを行う。以下の路線は京都側での予約、発見、運行支援のみを行う。2014年7月より、大阪市内でオープントップバスによる定期観光バス、大阪スカイビスタを運行している。車両は高速バスとして活躍していた、三菱ふそう、エアロキングを改造したもの。 開業当初は大阪上本町駅の近鉄高速バスセンターを起点に現在の南南波ルート4便が運行されていたが2015年7月に北梅田ルートが新設された2016年2月からは大阪駅 JR 高速バスターミナル発着に変更されて梅田ルートと南波、ルートを通年運行するほか未同筋イルミネーションの時期には夜間に 御道筋を経由するるルートも運行される伝統的に、日野自動車製がメイン、観光バスは全車であったが、近鉄本体から分車化した後は、いすず自動車製も入れるようになり、平岡営業所は、いすず車中心の配置となった。また、夜行高速バスなど一部に、三菱不走製も在籍する。ボディはいずれも、純正としており、 西日本車体工業制や富士重工業製は導入していない。近畿日本鉄道自動車局の時代には2階建てバスやオートマチック車で他社より先行した技術を持つことも多かった。なお、地元自治体からの補助を受け、抵抗外バス、CNG、ハイブリッドも保有する。独自仕用としては LED 行き先表示器車両における情報扱い中には、 後面の表示で行き先と乗降中を交互表示するものが挙げられる。同様の表示は、高槻市営バス、山陽バス、阪急バス、南海林間、バスなどでも見られる。近鉄バスで役目を終えた車両は、奈良交通、名港バス、傍聴交通、北日本観光自動車などのグループ会社へ移籍しているほか、一部はグループ外の事業者にも譲渡されている。 以前は、おおむね15年で、車両代替を行っていたが、2003年以降、大阪府内が排出ガス規制強化地域に指定され、車両代替のサイクルが短縮したことから、除籍車両の譲渡が増加しており、特に前日のグループ会社への譲渡が多い。また、高速バス路線開設時に共同運行先へ、高速バス車両を譲渡するケースも少なからずある。 ダブルデッカーで運行している路線を除き、かつては基本的に夜行高速路線はスーパーハイデッカー、中高高速路線はハイデッカーにおいて導入されて、いたが2008年以降に導入された夜行高速路線における新車はハイデッカーとなっている。一般路線用車両は黄色と青で親会社の近畿日本鉄道のイニシャル KN を含む複雑な模様を表しているが、 ラッピング車も多い。取り替営業所所属の CNG バスは金色を主体とした特別塗装となっていた。また、2016年より導入された新型ブルーリボンハイブリッドバスは模様はそのままで色が白と水色になっている。夜行高速用車両は白とグリーンを基調に近鉄ザエクスプレスクルーザーのロゴが側面に入ったもの、貸し切り、観光用車両。 警報大専用路線車を含む足路をベースに赤紫とオレンジ、金色のラインが入ったものである。中高高速用車両は夜行高速用と同一デザインだが貸し切り用途から転用した車両は観光図色のまま運行されている。空港リム人用車両は関西空港交通と共通のデザインを採用していたが近年投入された車両は観光図色を採用し、 二種類のカラーリングが混在している。コミュニティバスなどは各路線ごとにそれぞれ独自のデザインを採用している。夜行高速用車のカラーリングは開設当初は路線ごとに異なったデザインを採用していたが後に前述のデザインに統一されている。運転士教育の充実による安全性向上などを目的に2017年4月に導入。車両は 一般路線車から転用し、東急テクノシステムで改造を行った。不正営業所に所属し、各種教習に使用している。観光バス事業は近鉄からの分社化当初、貸切バス部門の分社市会社の近鉄観光バスが経営していた。近鉄観光バスは、東大阪市町営寺に不正営業所と本社を、京都市に京都営業所。 近鉄バス京都営業所内にあったを設けていた。近鉄バスと近鉄観光バスは当時から実務面では同一会社として運営していた。また近鉄自動車局時代の1998年まで奈良県内にも拠点奈良営業所を持っていたが撤退しグループの奈良観光バスに移管した。その後近鉄観光バスは2006年9月1日に 近鉄バスに九州合併され、旧近鉄観光バス伏せ営業所は近鉄バス伏せ観光営業所となった。2008年に京都府からも撤退しており、大阪府と奈良県こ駒市、へぐり町のみでの営業となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。